続いてベルディのフォーメーションです。今日は左のワイドに新井が初先発となっています。先ほども言いましたけど、バイタルのところの守備になると思うんですよね。はい、愛媛のそういう守備のところがしっかり、チャンスですよ。いい形で奪った、前を向く新井のシュートだ、決まった。東京ベルディ先制、今季初先発新井のゴール。ここ井上ですよね、柔らかいパスでシュート打ってくださいっていうパスが入ってですよね。手元の時計で1分になるかならないかという、そんな時間だったんですが、そうですね、横谷はヘディングでクリアをして、クレビーニョが入れ直し、岡本が出てきましたが、まだあります。ヘディングのシュート詰めて、このゴールが決まりました。これで2対0、手元の時計で29分。この岡本のパンチングも中途半端だったですよね。はい、最後はディフェンスの高橋が決めたという、逆サイドありますよね、一番福村、左足クロスが入る、小池のシュートだ、ダイレクト枠に行っていました。いいシュートだったですけど、岡本ファインセーブですね。回収したベルディです。スピード感を持っていくクレビーニョ、ミドルシュートになった、これも枠内。ボールを持ってない人がやっぱりしっかり動きますよね。新井がかわした、井上のシュート、サワイナ2人囲まれていたんですが、新井のドリブル、そうですね、ここはテクニックありましたよね。クレビーニョ動き出す、中央に沢井がいる、その沢井、これもオンターゲットですよね。はい、新井です、新井がまた仕掛ける、新井から小池のヘディング、また小池だ、素晴らしい、ベルディ3点目、3対0。今度は古巣相手に小池純喜が決めました。ここですよね、このドリブルピンポイントですよね、ヘディングかぶってしまってるんでね。はい、第26節愛媛対ベルディの一戦、前半は3対0で折り返しています。井上、新井です、新井がシュートを打った、うまい、新井ワンタッチでかわしていく、いいボールだ、ダイレクトで入れた、モテギ足を出して、これは沢井のシュート、ー枠の上でした、決定機、クロスが入っていって、森田のヘディング、いやこれも決めなきゃいけない場面ですけどね。はい、山本、沢井、シュートを打った、今もいいシュートだったですよ。はい、その新井に代わって大久保が入ります。落ち着いたボール回しです、ベルディ、ワンタッチあった後、ボールが前にこぼれていく、大久保折り返し、佐藤だ、4点目、最後は途中出場の佐藤が決めました。アシストは大久保、ここですよね、ここもね、一つ声が入ればっていうところだと思うんですけど、ただ大久保落ち着いてキーパー見ながらですね、周り見て決めてくださいっていうパスですからね。そうですね、佐藤としてはありがとうというボールだったと思いますね。前半戦で敗れた愛媛に対して、しっかりリベンジマッチを勝利で飾りました。